モズメカズコ、モズメカズコ、10月から1979年7月27日は、日本の小説家、倉庫家家。藤岡和江とも、本名は、藤波は、国学者、モズメ高見の娘で、放射性医学者の藤波剛一の妻。実刑のモズメ高領は、国文学者。姉は同じく小説家の大倉明子。義系の藤波明は、病理学者。また、 親族に女優の早瀬久美がいる。東京府東京市本郷区、駒込仙田木市長出身、後見高等女学校卒業。文学を志して、姉のよし子と共に、双葉邸氏名に弟子入りしたが、1908年、双葉邸は朝日新聞社特派員として、ロシアに赴任することになったので、同社の同僚であった夏目漱石に、もずめ姉妹の世話を依頼した。以後、 創世門文の作家として、1910年、ほととぎす7月号に、神座ざしを発表した。翌1911年、平塚来朝、保持健氏、中野初子、木内貞子と共に政党者を結成したが、当初は、平塚の同級生であった和子の姉、よし子が参加する予定だったところ、外交官との結婚が決まったために急遽辞退し、自分の代わりに、 妹の和子を紹介したという権威がある。政党者は、もずむけに事務所を置いて、同年9月に政党史を創刊、和子は、以後同士に、七夕夜、おようなどを発表した。しかし、1913年4月に、文部省の提唱する、両再権母理念にそぐわないとの理由により、政党者が、関係の家宅捜索を受け、政党2月号が発禁とされた。 このことで、父、後見の怒りを買った和子は、表向きは、前年1月に、ママ母が死去したことを理由として、女性解放運動から脱退した。以後は、藤岡和江の名で、お君などの作品を書いたが、後年、正当者時代のことを聞かれても、私は脱落者だから、その話をするのは嫌ですと語りたがらなかったという。藤波豪一と結婚した後は、 同教育振興会婦人部常任幹事として、障害者教育に貢献した。また、趣味人の合一は、偉人や著名人の墓を訪ね歩く倉古家活動を、好み、同行団体の東京名簿検証会を、設立したほどであったが、和子も同会の機関し、倉古家の編集を手伝ううちに影響され、倉古家に没頭していった。 特に1934年からは火事の合間を縫って、東京の諸寺院を巡るようになり、各個人の墓を調査して、記録を整理し、倉庫消し場に連載発表を継続的に行い、1940年にはそれらをまとめた東京倉庫記録を出版した。同書は593時2477名を収録しており、以後も再版が繰り返されている名著である。 1942年に夫と死別し、戦後は姉、吉子と同居した。晩年は、修辞教室を開いて、生計を立てていた。1979年7月27日、心不全により、世田谷区の特別養護老人ホーム、つき荘において90歳で死去した。法名は、加工院尺二名は、墓所は日大寺と玉霊園にある。ありがとうございます。